皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは新しい激レアですね。今ワイラが登場したのと同時に出てきた激レア、マイマイの激レア雨模様使っていきましょう。見た目めっちゃいいんですよ。マイマイのですね、甲羅の中にマイマイがいるんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、見たら分かります。砦をちょっと削れるようにしたいんだよな。アシュラしかいね。もう一回回しちゃおう。もう大型2本来い。ナイス。シャッフルなかった。一番回したね。さて、トーマン、あー足はいるのね。でも虹マッチ引けてるね、前の。じゃあ見せましょうか、1体目とりあえず。知らん、可愛くね。前のさ、甲羅がさ、なんか水槽みたいになってんのよ。で、なんかいるんよ、マイマイが。バイキン入れて、サイをタイマンで殴り倒していく。サイをタイマンで殴り倒し、マイマイアタックを。はい、もうマイマイ袋見れるはず。 OK、 そこも大丈夫でしょう。なんか入ってんだけど、あれそれ入んのはやばいよ普通に。ほい、あ入ってた。まあいいか、ゴーレムいるから大丈夫。さあそこも倒してくれて、でゴーレムが降りてくるんで問題なし。時間1分半なんでね、ここねサイン取れないようにしましょうか。まあ奥取れる分にはまだいいんですけど、奥取れないとさすがにね、時間が足りなくなっちゃう可能性あるんで、まあ、当番止まらない気もするけどね。さあ、ゴレが寄ってきて、バシコンと。さあ、豪快じゃ、レッツゴー。まあ、もう無理だね。さすがに。というわけでね、雨模様のマイマイがめちゃめちゃ強かったな。まず、左右タイマン倒すんだね、あれ。ぽい。バイキン、はい。はい。いいダメージ、いいダメージ。ちまちま、ちまちま、ちまちま、削って倒していく。ここも、バイキンを、撃った撃つ。さあ、バイキン入れて、ただ、こそれ引っ張られてしまいますが、スパン。というわけで、完勝ですね。ありがとうございました。いや、ただでさえね、前々もともといいキャラなのに、今回の激ラで強化されましたね。ありがとうございます。はい、それでは続きましょうか。いや、前々自体はめっちゃ便利だな。で、前回のリーグ期間中に、その時に動画を撮ってたか覚えてないんだけど、で、全試合確かドローだったんだけど、フレンドのマイマイオーク戦ったんですよ。マイマイオーク。めっちゃ強くて、これ勝てなくないみたいな。ドローじゃないどんな頑張ってもみたいな感じだったんですよ。まずオークが硬くするの、オークをなんとかするのがすごい時間かかるのに、その後ろに添えられてるマイマイがどうしようもなくて。で、オーク裏ザレベル3でみたいな、もう遅延もやばいしみたいな感じで。あれ、カイロさんだったのかな、ちょっとわかんない。誰かわかんなかったんだけど。めちゃめちゃ強かったんですよね。ちょ、来季やってみたいな、マイマイオークってちょっと思ってる。うわー、カエルはまずいぞ。まあ、トレントの裏技使って、裏技でカエル潰したいですね。もうカエルがいる時点で、あ、それはもう飛ばす。さあ、バイキン、いよいよ。よいしょ。ここまで削ってんならね、別に倒しに行ってもいいんだよな。対空が多すぎてきつい。対空多すぎてガチできついんだけど。何これ、いかへんやな、これ。いやいや、多すぎだろそれ、マジで。どうすんのこれ、きっつ。やっとった。さあ、殴り合ってくれてはいるけども、さすがに厳しすぎて、ここは止めるか一旦。ここで止めて一方を取って、まあ倒すじゃん。ここはいいんだけど、問題はこの後だよね。
何が問題で麻痺入んのもやばすぎだし、一番やばいのはワイラきついし、ワイラきついし、カエルも一体いるっしょ。カエルがどうしようもないんだけど俺、まあ、狙うはドローだね。ぶっちゃけどうしようもないから、袋寝かせられないんだっけ。いや寝かせられるよね確か、まあスキルが入ればだけど寝かせられるよね一応。そうあれがね無理なんだよねカエルが。まあこれライン下げるじゃんひとまず。ここはまあアシュラでいいとして、強いねうわー相手の方が強い。あ、待て、間違えた、キャラ間違えた、危ねえ、キャラ間違えた、ボタン間違えた、危ねえ、マジで。抑えれればよし。はい。危な無理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 。唯一ね、守ってくれるフクロウが、あ、もうカエルで積んでたわ。はい、それではね、行きましょう、続いて。いやー。マイマイはめちゃめちゃいいんだ。使い勝手がいいんだけど、固定がよくねやっぱその支援キャラだからマイマイが、取り削れないキャラと固定しちゃうと組み合わせが大変だ。大型2本来いよ。来ないね。ただ虹バッジのマイマイは引けている。あれずるした剣士。まあいいか、第一だし。相手に足がいなければベビーで妨害しながら取りに行く。いやまずマイマイからかな。6体もいるから結構なんか無難にパッと切っていいと思うんだよね。ただ打ってきたな。さあグーズル決めて袋も行こうかも。いいよいいよいいよ、悪くない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 。だからそれは死ぬな上が。アコンベビーじゃん、ひとまずね。それがちょっと痛いんだけど、まあ、しょうがないから、ここはまあマイマイでいいじゃん。もう全部切っちゃおうぜ。倒して、金バッジの豪快じゃ強すぎんか。寝ろ、いやー寝ない。そこ寝たら神やった。ただバイキンでやれるはず。ああ、偉い。えらい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 。ただこれねブルーと見せられないんだよね。まあとりあえずビートルからいっか。フクロウラストいって痛い真空ぶった切り寝かして頼む。そうあー違う惜しい、寝かせろ。いやー惜しい、寝かしきれてない。しかもそれ痛い。どうするこれ。まあビート側置くんだけど、まあ今偉い、ビトガも偉い。すごいワンパンじゃないよね、大丈夫だよね。ラストビトガで行くしかない、俺行くしかない。これ怖え、上のやつ、上のラインのさ太っちょ剣士が降りてくるのマジ怖かったんだけど、これ守れるのマジ。マイマイ様々すぎんか。あ、まあまたビートルガードも強かったか。めちゃめちゃ重かったんだけど、よいしょ。大型いないからね今回。痛い痛い痛い、スキルの範囲広すぎ。あのサンドラ君マジでとんでもない範囲しやがる。ほいレドラーベビーもいちゃおうっと。というわけで守りましょうか。これはちょっと無理っすね、さすがに大型1だし、ちょっと相手のキャラ的に攻められなかったね。ありがとうございました。はい、それではラストいきましょうか。なんかめっちゃマイマイの虹バッジ引いてる気がすんな。もう別に今回コンセプトマイマイの虹バッジのつもりではなかったんだけど、めっちゃ引いてる。で、激レアはめちゃめちゃ可愛い。で、普通に強い。けどやっぱ足元が欲しいね。間違いなく。ユウスケだけ。まあでもトレント裏技、行くか。まあ足もいるし、バッチはないけど。まあ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 、まあ、トレントの虹バッジ。トレントって、虹バッジによってってか、ステータスによって裏技の性能変わるのかな？検証してないんだよな。剣士の裏技がない。2、3、2、1いくか。2はいいや。3、2、1いって、この2と3これ超えてもらえれば、
あーマミー出さなくて済んだ。でマミー行こうか。危ね。さあ服を行って、とりあえず砦を守りに行く。マイマイ置いてあげたいが寝ないよね。だからバイキンはね入るんですよ普通に。コングって2個戦強しでも倒していけ。さあユースケで削ろう。ここでユースケで削る、すかさず削る。いいダメージ。あー嫌なのちゃった。それ苦手ですね。マイマイのバイキンがまず無効で、かつユースケが即死入りやすい。かなりまずいから。ただバイキンが入って倒していく。偉すぎるだろう。さあたまらず大型登場。まあこれやられちゃいますけど、まあ十分頑張ってくれてるんでいいでしょう。さあ森友をして、ここでスキル打ってもらおうか。さあ1、2、いいよ。3、いいんじゃない。はい、ユースケ壁張り。さあトーンガション、まあ倒せるでしょう。ここもしっかりと倒して OK。 いいよ、いい感じいい感じいい感じ。問題はここでね。ただこれもやれんじゃねえかな。サイクロちょっと痛いが、さすがにやられるか。ただあ寝た、なんか起きた。なんで、何何。さあスキルドン、それは即死入りやすいよ。っと結構入るイメージ、即死入ってない、入ってないが、まあ、スキルドン盛り飛ばして、もう妨害妨害、倒して倒して、いいよスキルドン、即死即死、いいぞ。干渉目指してけ。着地で呪い、素晴らしい。落とせ落とせ、いけるぞいけるぞ、絶対いける絶対いける絶対いける、ナイス、いいね。デビルはちょっとマイマイからしたら嫌なんだけど、まあ一方的に殴ること自体はできるから、壁さえ張れればやれるね。マミーマイマイみたいに。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。マイマイの雨模様でございました。いかがでしたでしょうか。完全フルステータスですね。1426の HP と防御力、攻撃力630と、まあ、またかなり高ステータスだね。支援キャラには見えないステータスしてる。まあ、シマリスもなんか高かったけど。で、まあ使いやすいですね。やっぱ中型戦ならもう任してくれよって感じ。大型戦とかになるとさすがにマーマンの方が強いんだけど、中型戦だったらマイマイの方が強いんで、全体攻撃だからね。このキャラはかなり扱いやすい、支援キャラなのかなと思います。まあこの激レアがなくてもね、普通に性能はそんな変わらないんだけど、せっかく、ね、手にいたんで、今回動画にしていきました。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。